どうもこんにちは。今回はモデル3スタンダードレンジプラスを使って航続距離のテストをしていきたいと思います。はい。で、今スーパーチャージャーで充電しております。残り時間、スーパーチャージングの残り時間が15分ですね。で、満充電まで、充電するようにセッティングしてありますので、航続距離にしてモデル3スタンダードレンジプラスがどれだけ走ることができるのか。このスタンダードレンジプラスに関してはアメリカのフリーモント工場で生産された分です。なので今上海で製造されている中国製の最新のモデル3ですね。これとはちょっと違うというところをまず大前提として認識しておいてください。で、これがアメリカの製のフリーモント工場のモデル3ですけども、2020年に製造されたものか2019年のモデルか、ちょっと僕では判断しかねますので、ちょっとこれを見てなんとなく分かったっていう方はちょっと教えていただければ幸いです。おそらく2019年のモデルだと僕は思います。なので暖房の消費量を抑えることができるヒートポンプというシステムを導入していません。なので暖房を使うとかなり消費量が落ちます。なので今回は外気温が9度なんで、ちょっと寒いっちゃ寒いんですけど、ただこのシートヒーター、ここですね、これで使えば結構この車あったかいので、あえて暖房を使わずに、暖房を使わないで高速道路を時速100キロで走行して、果たしてどれほどの航続距離を達成することができるのか、今回はその実験をしていきたいと思います。で、今現在御殿場スーパーチャージャーで充電をしていますので、ここからですね、静岡県の浜松、まあ、大体浜松スーパーチャージャー、途中に、東京名古屋間にですね、浜松スーパーチャージャーっていうスーパーチャージャーがあるので、大体まあそこら辺、もしくはちょっと手前ぐらいで折り返します。で、そのまま充電をせずにまたこの御殿場スーパーチャージャーに戻っていきたいと思います。多分そうするとちょうどバッテリー残量が本当に多分 5% ぐらいになると思うんで、そこから大体航続距離にして満充電あたりどんぐらい走れるのか、そしてその後充電スピードっていうのも検証していきたいと思います。はい。では充電 100% まで充電完了しましたので、ここから出発していきたいと思います。トリップメーターも全部リセットします。じゃあ出発していきます。はい。今新東名高速道路を今走行して、名古屋方面に向かっています。一応モデル3スタンダードレンジプラスで、これ先ほども説明したように2020年か2019年製、ちょっとどちらかちょっと判断しかねるんですけども、おそらく EPA サイクルの航続距離は409キロ、おそらくそんぐらいの感じだったと思います。なので2020年製か2019年製かによってちょっと航続距離増減があるので、一概にそこは何とも言えないんですけども、で、今現在走っている、新東名高速道路なんですけど、実はこの区間はもう、最高時速120キロ制限なんですよね。なので本当は時速120キロまで出せるんですけども、今回は、時速100キロ、僕がいつも言っている EPA 航続距離ってだいたい時速100キロで、クーラーをつけても、達成可能な数値ですよっていう風に説明しているので、今回はちょっと時速100キロで検証をしていきたいと思いますけども、ちょっと今回もね、時間の都合上時速120キロのスピードでの巡航テストっていうのはできないんですけども、これもね、機会があればどんどんやっていきたいと思います。あとはね、暖房を使った時にどれぐらい航続距離が落ちるのかっていうのも、同じ道路、ちょうどこの新東名高速道路を使って大体どれぐらい航続距離が落ちるのかっていうのも、今後やっていきたいと思います。で、この車はフルセルフドライビングついていませんので、基本的な標準のオートパイロットのみになります。なので例えば今みたいに車線変更したいっていう場合はそのまま維持することができないんですよね。フルセルフドライビングついている方に関してはちょっとね、ウィンカーを出してあげると自動で車線変更してくれるんですけども、この車に関してはその機能はついていません。それはオプションですね。今87万1000円かな、大体そんぐらいで購入できるので、その機能は完全自動運転対応機能ということなので、今購入すると、ソフトウェアのアップデートによって最終的には完全自動運転まで達成できるよというふうに、テスラは主張していると。で、そのオプションなので、どうでしょうね、買いたい人もいると思いますし、別に多分完全自動運転自分がこのモデル3所有している間は
まあ基礎にないと日本には、まあ、だから別に購入する必要もないかなって思う方もいると思います。なのでどっちでもいいと思いますけど、まあ、いずれにしてもこの車にはその完全自動運転対応機能はついていませんので、まあ、車線変更するっていう場合に関しては、まあ、ちょっと一瞬あのレーンキープは外れちゃいますよということですね。あともう一点ですね、このテスラに今このオートパイロット使っていて、やっぱ素晴らしいなと感じるところはですね、やっぱりこの今この車線3車線あるんですけど、この3車線の中でもちろんどこの車線を走っているかっていうのは認識してくれるんですけども、それとともにですね、この車線の中、この車線の中でちょっと左に寄ってんのかちょっと右に寄ってんのかっていうところまで映してくれるんですよ。でこれが本当にね、まあ、体験してみると分かるんですけど、非常にね安心感につながるんですね。やっぱりこのそこまで見てくれてるっていうところをやっぱこう人間側が把握してるとですね、やっぱこう結構信頼することできるじゃないですか。で今前のトラックをまあ抜かそうとあの車線変更をかけたんですけど、その後ですね、だいたいこの左のトラックが時速90キロぐらいで走行してはいるんですけど、まあ、その後ですね、こう時速90キロから、まあ、あの今セットしてある時速100キロにまでこう戻っていくとき、まあ、その緩やかに加速していくんですけども、その加速の仕方っていうのが非常に滑らかなんですよ。だ例えばあの僕が所有している日産リーフとかだと、じゃあ例えばまあ90から100キロぐらいだったらそんなに大したことないんですけど、例えば80キロぐらいのスピードからなんか時速100キロまで加速していくっていう風に設定すると一気に加速しちゃうわけですよ。なんで、まあ、運転手だったらまだしも多分一緒に乗ってる方だとしたらちょっとびっくりしちゃうんですよ。まあ、なんか急にスピード上げたなっていう風に感じちゃうわけですよ。だけどこのオートパイロットのこの加速の仕方、これは本当に滑らかそのものですし、多分おそらく僕より絶対上手いんですよ。本当にこう滑らかに自然に加速していくんですね。だからそういうところも本当にこのオートパイロットの質は高いと思います。テスラをまあご存知の方はお分かりかとは思うんですけど、今言ったこのオートパイロットがまあこう非常に質が高いっていうのは、これは実は最初からじゃないんですよね。例えばこれ、まあ、僕は所有したことはないですけど、まあ、2018年とかに最初のまあモデル3に関してはそんなにオートパイロット上手くなかったんですよ。だけれどもその後にそのテスラっていうのはそのアップデートするわけですよ。その常時ネットにつないでその新しいそのオートパイロットのアルゴリズムを完成させたと。そしたらそれをその無線でアップデートしていくんですね。で無線でアップデートしていくことによって今買ってある車両でさえどんどんそのオートパイロットの機能、もちろんオートパイロットの機能だけではないんですけど、その車両に関するさまざまな機能が性能が上がっていくわけですね。まあ、なのでこの、まあ、3年前とかだったらそのもしかしたら今の加速っていうのもちょっとぎこちない、まあ、だからリーフみたくそのすぐスピードを上げちゃうとかっていうその制御だったかもしれないんですけど、まあ、今みたいに非常に人間のように滑らかに加速する、まあ、人間のようにというよりかは もはや人間より僕は上手いと思ってますけども、まあ、そういう風にしてこうオートパイロット、この自動運転というものがこのもう車両をすでに何年も前に購入しているのにもかかわらずさらにどんどん改善していくっていう、やっぱここがやっぱりこの既存の自動車、まあ、実はテスラだけじゃないんですね。今この無線アップデート機能っていうのを対応しているっていう電気自動車っていうのは、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、例えば XPENニオっていう中国の電気自動車スタートアップであったりとか、あとまあポールスターとか、あとボルボの XC40 とかもまあ対応していたり、あとフォルクスワーゲンの ID シリーズなんかもファームウェアの無線アップデート、一応これは対応してはいるんですけども、でもやっぱりこうテスラがもう実はこれ2012年のテスラモデル S からまあ採用し始めてるわけですね。まあ、だからそういう意味でやっぱこうテスラの先見性、そしてこう先進性、やっぱこれは本当に非常に高いと。オートパイロットを使って走行するだけでも、まあ、そういうところが分かってくるということですね。今ちょっと映像には撮れなかったんですけども、ファントムブレーキが入りました。でファントムブレーキって何ぞやって思われた方もいると思うんですけど、オートパイロットをしてる間に急にちょっと急減速というか、まあ、急ブレーキとまではいかないんですけど急激に速度を落とすっていう、まあ、このモデル3の挙動があるんですよ。で一時期はねなんかすごい多かったっぽいんですけど今は改善されたっていう話なんですけど、
実は今もう乗ってきて2回目だったんですよね。で特に今ちょっと映像には残せなかったんですけど、その2回目はかなり急減速しましたね。本当に今100キロで走ってて60キロぐらいでガーッと、で何なのかなと思って今ちょっと見ていたら、おそらくその左側にいた大型トラックに対してもしかしたら何か気持ちいい、その左車線にいた、トラックが右に寄ってったという気もするんですね。もしかしたらそれを見て、そのファントムブレーキではなくて単純にオートパイロットが自分で判断して、もしかしたらそのトラックが、自分の車線に入ってくるかもしれないと、なのでスピードを落としたっていう可能性は、否めないんですけど、いずれにしてもちょっとやっぱり今みたいなところちょっとびっくりしますね。でもやっぱりおっと今またですね、ちょっとこれ今左に大型トラックいるんですよ。で大型トラックは別に今ね右車線に寄ってたってわけじゃないんですよ。ちょっとこれよくわかんないですね。今のもう多分90キロちょっとぐらいまで落ちたんですけど、かなり急減速するんですよ。なので結構びっくりしますねやっぱこれ。でやっぱり今見てても分かるのはちょっと左側に大型トラックがいる。でもしかしたら何かよく言われているのはなんか光の反射みたいなものでこう、そのカメラというかセンサーというか、レーダーというか何だか分かんないですけど、何かそこが、その急に停車するっていうように判断したのかもしれないですね。いずれにしても今これで3回目でしたね。あとロードノイズっていう観点で説明すると、私が所有している日産リーフと、そこまで変わらないかなと。時速100キロで走ってるっていう分にはそれなりにこう風切り音というかが入ってくるっていうところは特にそんな変わらないかなと。はい、今ようやく折り返し地点に到着しました。場所は愛知県に入って、豊川市、岡崎市、今岡崎インターを降りました。で、ここからもう一回折り返して、御殿場スーパーチャージャーの方に戻りたいと思います。トリップメーターは、今 53% 残ってます。なので、47% 消費しました。で、191.6km 走行して、消費電力 21kWh、そして 112Wh/kg です。パーキロメーターですね。これはとてつもなくいい電費だと思います。で、多分、御殿場スーパーチャージャー到着の際に多分 5% ぐらいになると思うんで、それで大体おおよその100%の満充電の、あたりどれだけ走行できるか、どれだけの航続距離を走行できるのかを、実際に計算していきたいと思います。じゃあそれでは戻っていきたいと思います。はい、ということで今、来た道を戻っています。で今愛知の岡崎インター、新東名の岡崎インターを一旦降りて、でまたすぐ折り返して今、東京方面に帰っているところですけども、スクリーン上ではですね、目的地に到達するには充電が必要ですと、こうアラートがこう点灯しています。なんですけど、もともと 53% できているので 53% 残っている状態で来たので、多分 5、6% 残るんじゃないかなと思ってはいますけど、一応このモデル3が言うにはちょっと足りないよっていうことなんで、もし途中あまりにもちょっと怪しそうだなと思ったら、チャデモ充電とかで、ちょっと少しだけ充電して御殿場スーパーチャージャーまで、戻れればいいかなとは思ってますけど、多分おそらく大丈夫なんじゃないかとちょっと勝手に鷹をくくってるんですけど、まさか電結はしないとは思うんですけど、という感じで、これからまた戻っていきたいと思いますが、モデル3について、いくつかね、前半部分では多分いいところをたくさん言ったと思うんで、ちょっとやっぱ気になるなって個人的に思った部分が、いくつかあって、まず一つ目はですね、やっぱりこのミラーですね。このサイドミラーもそうですし、あとこのバックミラーもそうなんですけど、ちょっと夜は見づらいかな。でこれ僕はモデル3何回かいろいろと運転させてもらってはいるんですけど、やっぱりね、どうしてもここだけはね、やっぱここ嫌だなと思っていて、僕は日産リーフ乗ってるんですけど、日産リーフこれカメラミラーなんですよね。なのでカメラミラーなんて非常に夜も見やすい。だそこはやっぱ非常に高評価できるんですけど、やっぱこれ特にね、ちょっとモデル3ちょっとこれ暗いのかな、なんか
そういうなんかシートみたいなの貼ってるか分かんないんですけど、ちょっと夜は見えづらいっていうところが1点。もう1点は、この、今このあの、シートヒーターですね。これあの、つけてるんですけど、シートヒーターこれモデル3すごいあったかいです。で、これ大体3段階で調整できるんですけど、これ3段階のこの一番あの、暑いモードは、本当に暑いですね、これ。あの、ちょっとあの、汗かいちゃうぐらい暑いので、今これ1個下げて2っていうあの真ん中のにしてますけど、ちょうどいいですね。で今外気温が12度なんで、ちょっと肌寒いっちゃ肌寒いんですけど、あの、ちゃんとあの上に普通にあの着ていればですね、あのシートヒーターだけであの普通に十分っていうことは、あの、まあ僕はあの電気自動車ずっと乗ってるんで、あの単純にその電気が足りなくなっちゃうのが怖いからとかではなくて、本当にあのシートヒーターがあるとね、本当にあの十分あったかいんですよね。モデル3これなんでこれあのステアリングヒーター搭載してないのかなっていうところが本当にこれちょっと残念なんですよね。これはそのシートヒーターと全く同様にこのステアリングもあったかくなるんですよ。だ例えばまあ私乗ってる日産リーフなんかはステアリングヒーター搭載してるんですよね。なんでこの設置してる面だ、例えばこの背中と設置してるとか、この膝上と設置して、まあ、ももの部分と設置しているとか、あとこれ手ですよね。やっぱどうしてもこれ握らなくちゃいけないんで、ここがあったか、この設置してる部分があったかいと、人はね、かなりあったかいって感じるんですよ。で、あの、この暖房をよくまあ使う方もたくさんいると思うんですけど、やっぱりこの空気を温めるっていうのは、やっぱりね、この必要以上にエネルギーを使うんですね。だから、まあその省エネっていう意味においても、割とこの、あの、まあ、さすがにあの気温がね、あの一桁とかなっちゃったら、それはあの、そんな、なんかあの無理して、あの、そんなあの我慢する必要なんて全くないんですけど、まあ大体こんくらいの温度であれば、別に十分、あの、シートヒーターとステアリングヒーターで暖を取れるんですよね。だから、このステアリングヒーターが本当にね、ないのは、ちょっと残念な部分ではあるんですけれども、あの、2021年モデル、あの、最新の、あの、今もちろん買えばですね、どのグレードでも、あの、ステアリングヒーター搭載してるので、あの、これはね、本当にあの、もう素晴らしい変更点ですね、本当に。だ基本的にこのステアリングヒーターと、このシートヒーターを使えばですね、まあ、ちょっと外肌寒いなっていうぐらいであれば、もう十分あったかいですね。もうむしろちょっと暑くなっちゃうぐらいなんで、電気自動車ってね、やっぱどうしてもこう、今この多分直近のこの4、5年は、やっぱりまだこの航続距離っていう問題が、やっぱりどうしても残っちゃうので、で特にこの、あの、以前の動画でも説明したように、電気自動車って大体暖房を使うと、40% ぐらい航続距離が落ちます。で、ただし、最新型の、まあ、日産リーフ、今の現行型の日産リーフもそうですし、あの、最新モデルの、あの、テスラは全車種、最新モデルに関しては、あの、ヒートポンプっていうね、暖房の、このエネルギー効率を向上することができる、まあ、そういう最新の、あの、機能も搭載してるので、多くても3割、3割は多分消費しないかな、ぐらいの気持ちで、あの、できるので、あの、まあでも、とは言っても、やっぱり2割とか3割弱消費しちゃうんですよね。その普通の航続距離と比べて。だから例えば、あの、じゃあ400キロ走れる電気自動車ですって言ったら、まあ、航続距離にしたら300キロぐらいになっちゃうわけですよ。満充電あたり。100キロ分違ってくるっていう。だからやっぱり、まあ暖房っていうのは、まあその先ほども説明した通り、こう空気を温めるっていうのは、やっぱりエネルギーを消費するので。なので、まあ、あの、そんなにあの暖房を使う必要もないよねっていう時は、まあこういうこのステアリング、まあステアリングヒーター、まあ最新のは搭載してますけども、あとこのシートヒーターをこううまく活用しながら、電気自動車を運用すると、あのエネルギー消費量は、あの皆さんが想像しているよりも、あの十分、あの抑えることはできますと。で、いずれにしてもですね、まあちょっとあの、これは2019年のまあモデルだとは思うんですけども、やっぱり2点どうしても気になっているのは、このカメ、あのミラーですね。ミラー類がちょっと見づらいという点が一つ。で、やっぱもう一点は、ステアリングヒーターはやっぱりこれはね、ないとダメですよね。それと同時に押さえておかなければならないのは、最新モデルの、あのモデル3であれば、あの、ステアリングヒーターも、あの、搭載してるんで、そこはあの、安心してほしい。っていうことですね。大体電気性能だと、おっとまたファントムブレーキがかかりましたけども、ちょっとあの、これね、本当にね、ちょっと回数多いですね、これ。前半部分で言ってるとは思うんですけど、これその後もですね、
3回ぐらいあったんですよ。なんでもあの走行して今まあ200キロ以上走行してますけど、だいたい5、6回ぐらいですかね。今でこれ6、7回目ぐらいファントムブレーキありますね。やっぱちょっとね、あの、うん、ここはちょっと怖いですね、拍手って。あの、なんだろうな、あの別になんか、あの自分が運転してる分には、おっとびっくりするぐらいでいいんですけど、もしあの後続車両とかが、ちょっとかなり接近してるっていう時に、あのブレーキ、あのファントムブレーキ起こると、結構危ういなっていうか。まあ、なので、ちょっとここはね、あの、まあ、あのソフトウェアアップデートで、あのテスラこう改善してくれるとは思うんですけども、ちょっとね、ここはあのかなりあの気になる部分ではあると思います。あと1点だけですね、ちょっとこれは気づいた点があるんですけど、あの今ね、Bluetooth で、まあ、あの自分の好きな音楽をかけてみたんですけど、僕結構こうドライブしてるときは、割と大音量で音楽かけちゃう系の人なんですよ。で、そういう人から見ると、このスタンダードレンジプラスの、まあ、いわゆるパーシャルプレミアムインテリアなんですけど、それの音響、ここはね、ちょっとね、音が軽いかなっていうか、そういう感じがして、で、逆に、あの、プレミアムインテリア、まあ、いわゆるロングレンジグレードとパフォーマンスグレード、この2種類の、あの、プレミアムインテリアの音響を聞いてしまうと、やっぱちょっとね、この重厚感、あの音の重厚感がね、正直全然違います。なので、もし、あの音にやっぱちょっとこだわりがあるみたいな人がもしいらっしゃるんだったら、これは、スタンダードレンジプラスじゃなくて、まあ、ロングレンジグレード以上、まあ、パフォーマンス、このどっちか、これをね、あの選択することを、個人的にはちょっと強く推奨したいな、というふうに思っちゃいました。で、これは、もう完全に好き嫌いがあるので、全然、好みの問題なんで、もうどっちでもいいんですけど、だから、いろんな人のね、意見を聞くのもいいと思うんですけど、やっぱね、本当にちょっとこだわりがあるっていう人は、ぜひね、聞き比べ、まあ、ちょっとね、なかなか機会がないって難しいと思うんですけど、ね、ぜひね、プレミアムインテリアの、音響を聞いてみてください。そうするとね、やっぱちょっとね、もうプレミアムインテリア以外考えられないなっていうふうに個人的に思いますので、まあ、ロングレンジグレードもね、500万切ってますから、僕はこれ、なんだ、70万ぐらいか、差額の70万ぐらいを、この音響だけって言っても、いいんじゃないかなってぐらい違うっていうところはちょっと個人的には今ちょっと音楽を聴きながら感じたところでもあります。さあ今高速道路を降りましたが、充電残量があと 1% ですね。 1% であと 900m ですね。で、御殿場スーパーチャージャー到着になります。おー、なんとか足りそうですね。これはセーフ。おー、 0% になります。 0%やばい、 0% だった。はい、という感じでなんとか到着いたしました。御殿場スーパーチャージャーに到着しました。帰りはですね 191.2km で走行して、消費電力の 24kWh で、電費性能が 128Wh/km ですね。で、全行程は 383.3km ですね。で、消費電力量 46kWh で、全工程で 120W/km。まあ、ということなので、そうですね、383.3 ですね。なので、当初、400行くかなと思ってたんですけど、ちょっと帰りこれも見てもらえれば、電費若干下がったんですよね。128っていう感じで。なので、まあ、それも込みですが、まあ400はいかなかったかなって感じですね。だから満充電で出発して、そうですね、まあ400は走れなかったっていうのが結果になります。ただし、ポイントなのはこの気温ですね。気温、これ外気温が下がっていけばいくほど空気抵抗が増すので、まあやっぱりこういう最初は12、3度あったんですけど、まあ途中から温度が下がってきたっていうところも、この消費電、この電費性能が悪化した要因だと思います。まあなので、そうですね、まあこの冬、まあ、春先ぐらいだと、まあ、400は走ることはできなかったというのが、まあ、今回の2019年式の、テスラモデル3スタンダードレンジプラスでした。繰り返しになりますが、現在、発売されている、モデルは2021年の、中国製の、
スタンダードレンジプラスになりますので、あの搭載されているバッテリーの種類とか搭載バッテリー容量が若干変更されてます。なので航続距離はもうちょい増してます。まあ、なので現在、発売されている、まあ、モデル3のスタンダードレンジプラスを航続距離のテストを行うと、もしかしたらもうちょっと、航続距離長く走れたかもしれません。まあ、いずれにしても、これが、今回の、スタンダードレンジプラスの、航続距離のテスト結果でした。まあ、0% まで走ったので、まあ、ほぼほぼ 383.3km っていうのが、スタンダードレンジプラスの満充であたりの航続距離ですね。高速道路時速 100km で走行した場合の航続距離となります。はい、ということで、今回航続距離テスト、モデル3スタンダードレンジプラス2019年製ですね、アメリカのフリーモント工場で生産された2019年製のテスラモデル3スタンダードレンジプラスの航続距離を行ってきました。高速道路を基本的には時速100キロでずっと巡航し続けた場合、今回外気温がだいたい13度、マックスが13度で、現在はまあ7度まで下がりました。でそれのまあで結果的にはまあ 383.3 キロという結果になりました。まあ、383.3 キロなんで、まあ東京満充電で出発すれば、まあ絶対に名古屋、まあ、350キロぐらい先の名古屋に到達することは可能と。なので名古屋のスーパーチャージャーでまた充電をして、でそこで8割ぐらいまで充電してまた出発することができると。でまあ大阪まで余裕を持ってもう走破することができる。まあそんな感じのこうイメージになりますので、まあこの実験でですね、こうまあモデル3のまあ燃費性能の高さ、特にスタンダードレンジプラスですね、この航続距離のまあ 383.3 キロに加えて、やっぱこの電気性能の高さっていうものが明らかになったと思います。チャンネル登録や高評価、そして日産アレアも試乗できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。